堀近博は、幕末の大名、品野飯田藩第十二代の藩主、品野飯田藩堀家十三代。飯田藩、堀家分家で二千国を領した旗本、堀助次郎、親里の子として生まれたが、幕府、明治政府へは、飯田藩主堀親蔵の七男主税親表の、六尾栄次郎を親元の子として届け出られた。慶応元年、第十一代藩主、 堀近義の養子となり、慶応4年3月7日に近義の隠居に伴い、家督を相続した。同年4月8日、15位下、美野守に助任される。明治2年6月23日に、飯立藩治に任命され、明治4年7月14日に、廃藩置県により面会となる。明治8年7月28日、警視庁15等として、出資。 同年9月22日検証警部に任命されるが、同年12月28日に、病気により検証警部を罷免となる。明治10年9月6日に隠居し、養父の近吉に家督を譲る。同年10月2日離席。明治32年7月30日没。堀直弘と村沢武雄はそれぞれ著書の中で、父は、同族堀親元で、飯田の祖。 堀信仰の三男親隊の彦にあたる旨を記述している。関西重修書家府によると、この親寮の三男親隊は旗本二千国、堀池の初代当主であるが、同家の四代当主親方の三男に、親よ、奥三郎という人物が記述されており、堀、村沢は共に、これを根拠とした可能性がある。しかし、親元は親隊の彦ではないし、 その通称も異なる。親広の青年と比較しても年齢が離れすぎている。下記に掲載した文献には、両者が記述したような文言が見当たらない。これらのことから、両者の記述は誤りであると判断される。ありがとうございます。